What's going on guys? ダンクマンヨシです。というわけで今回はまたアメリカ代表が今日はエキシビションゲームとしてオーストラリアと対戦したのですが、どうも調子がいまいちで、どうしてアメリカって感じなんで、今回はこの辺を見ていきたいと思います。というわけで今回のお題は皆さんが思う今のアメリカの課題、まあそのやはりセンターの部分とか、あなたが考える今のアメリカの課題をコメントで教えてください。そして今回も楽しんでもらえたらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは本題です。今回のアメリカ代表は前回のナイジェリア戦とは違うスターティングラインナップで臨みました。今日の試合はジェイソン・テイタムの代わりにジェミー・グラント、そしてバム・アデバヨの代わりにドラモンド・グリーン。ちなみにこのオーストラリアは世界ランキングでは4位ですが、アメリカはもちろんそのランキングで1位なので、どうしても今日は勝ちたい試合でしたが、この試合スパーズにも所属しているオーストラリア代表のパティ・ミルズが大爆発。彼が今回は22得点と大活躍で、アメリカ代表はまたしても91対83で試合に負けてしまいました。アメリカ代表はこれまでこのエキシビションゲームにおける通算成績は54勝2敗でしたが、今回この2連敗してしまったことによってその通算成績は一気に54勝4敗となってしまったと。ちなみにこのエキシビションゲームは1992年以降から行われていましたが、 ESPN によるとアメリカ代表がこのエキシビションゲームにて連敗したのは今回が初めてだったそうです。そしてオーストラリアとしてもアメリカ代表に対する通算成績はこれまで1勝28敗でしたが、今回でアメリカ代表に対し2勝目だったということで、これで通算成績は2勝28敗となったと。ちなみにオーストラリアがアメリカに勝った他の試合は2019年に行われたワールドカップ前のエキシビションゲームでした。そしてこの試合の流れとしては、最初の方はアメリカ代表の方が押しており、デミアン・リラードの活躍もあって前半は46対35でアメリカ代表が勝ってました。ですが後半に入ってオーストラリアが反撃を見せて、ここで一気に69対64と逆転。そして試合は最終クォーターへと入っていきましたが、残り4分半くらいでジェイソン・テイタムがレイアップを決めた時、アメリカはまだ82対80で勝ってました。だけどそこからまたオーストラリア代表が猛プッシュを見せて、アメリカはこのジェイソン・テイタムのレイアップ以降フィールドゴールを1本も決めることができませんでした。だからオーストラリアはこの終盤かなりディフェンスを頑張っており、しかもパティ・ミルズが彼の22得点のうち10得点をこの最終クォーターに得点。試合後にパティ・ミルズは、今回の勝因はディフェンスだ、本当にディフェンスが良かったことに尽きる、僕たちが目標を達成するためには本当に頑張らなければいけないことは理解しているし、ディフェンスを本当に頑張らなければいけない、特に今回のアメリカ代表のチームに対しては速攻で簡単なレイアップやダンクをさせないことを意識した、そして今回それができて2試合目にしてはとても良かったと思う。っていうのはオーストラリアはこの前の試合でアルゼンチンにも勝っており、彼らは逆に2連勝となりました。まあもちろん彼が言ってるようにオーストラリア代表のディフェンスもすごかったんですけど、そこを考慮してもあまりにもクラッチタイムがひどかったと。あのメンバーで残り4分半フィールドゴールがないって、ある意味逆に難しいくらいだと思うんですけど、よっぽどケミストリーが合ってないのか。今回は確かにこのケビン・デュラント、デミアン・リラード、ジェイソン・テイタム、ブラッドリー・ビール、ドレモン・グリーン、バム・アデバヨ、名前だけ見たらすごすぎるけど、やはりそのチームというのはどんだけそのいいと言われてる選手をかき集めても機能しなかったら意味がないと。しかもさっき言ったメンバーに加えてザック・ラビーン、ジェミー・グラント、みんな個人スキルは申し分ないけど、よくよく見てみたらこのメンバーである程度ここ最近のプレーオフで勝ち抜いてる選手、最低ファイナルまで行ってる選手は KD とグリーン、あとはバム・アデバヨとビンダブだけっていうことに気がついて、まあ確かにそのジェイソン・テイタム、ブラッドリー・ビール、デミアン・リラードとみんなも知ったの通り能力は半端ないけど、プレーオフを勝ち抜けてない理由がこういうところにあるかもしれんね。ここ近年のプレーオフを勝ち抜いてるチームの中心選手はレブロン・ジェームス、その前はカワイ・レナード、ステフィン・カリー、まあプラス KD と、そして今回で言ったらクリス・ポール、そしてもっと前で言ったらコービー・ブライアント。だからそういった意味でこういったタイプの選手が今回は KD だけ、ここもでかいと思うし、あとはみんなが言ってるようにセンターが弱い、あとは俺カーメル・アンソニーなんか、彼はこの国際試合で経験も豊富で外のシュートもまだまだ健在だから、メロなんかはね今の代表見てたら結構生きてくると思うけど、でもまあ今の感じだと明らかにやばいから、今ファイナルで戦ってるデビン・ブッカー、ドリュー・ホリデー、そしてクリス・ミドルトンがチームの流れを変えることをアメリカ代表としては祈るしかないね。そしてジェイソン・テイタムはこの
このチームについてケミストリーがいつまとまってくるのかまだわからない。まだたったの4日しか経ってないし、自分たちはそれでも一生懸命やっている。僕たちの誰もこれまでまだ一緒にやったことはないんだ。だから今その部分をどうにかしようとしていると、このように話しており、今回この試合はアメリカのラスベガスでやってるんですけど、今日テレビで見とったら最後の方ブーイング受け取ったもんね、アメリカ代表の方が。まあそれぐらいちょっと不甲斐なさすぎた。そしてアメリカ代表のスタッツとしては、デイミアン・リラードがチームトップの22得点、スリーポイントは11本中6本、そしてケビン・デュラントが17得点、スリーポイントは4本、ブラッドリー・ビールが12得点、ジェイソン・テイタムが8得点と、まあアメリカ代表のスタッツはこんな感じだったんですけど、逆にオーストラリア代表はね、彼らは今回 NBA 選手もたくさんいて、先ほども言ったスパーズのパティ・ミルズ、ジャズのジョー・イングルス、シクサーズのマティス・サイブル、ラプターズのアーロン・ベインズ、キャブスのダンテ・エクサム、そしてこれもキャブスのマティウ・デラベドバ、あとここにベン・シモンズがおったらヤバかったね。まあ彼ら6人はこれらの NBA 選手との対戦で慣れてるから、その部分も大きかったと思います。そんな彼らのスタッツとしては、先ほど言ったパティ・ミルズがチームトップの22得点、ジョー・イングルスが17得点、マティス・サイブルが12得点、そして彼は NBA 選手ではないですがクリス・ゴールディング、彼が11得点。あとチームスタッツ的にはリバウンドもオーストラリアの32本に対してアメリカは25本、アシストもオーストラリアの23本に対してアメリカは20本、シュートの成功率もオーストラリアの 52.9% に対してアメリカは 46.2%、 スリーポイントもオーストラリアの 41.7% に対してアメリカは 36.1%。 こうしてみるとほぼほぼチームスタッツ負けとるね。そしてその他の情報としては、今回アメリカ代表のケビン・ラブは、彼はナイジェリア戦で3分しかプレーしませんでしたが、今回は試合に全然出ませんでした。そして今のところ彼が怪我をしてるとかそういった情報はまだありません。そしてオーストラリアのセンターアーロン・ベインズも、この試合が始まって4分経たないうちにブラッドリー・ビールにぶつかって負傷したようで、そのまま彼も試合には戻ってきませんでした。まあそんな感じの試合だったんですけど、アメリカ代表はまたすぐ明日に、ここも強豪の世界ランキング第4位のアルゼンチンとエキスピーションゲームをやっていきます。アメリカは確か本戦のグループにもフランスがいて、フランスも世界ランキング7位、しかもこのフランスにはルーディ・ゴベールがおるから、今センターが弱いと言われてるアメリカ代表はかなり苦戦する可能性もあると。そして今気づいたんですが、世界ランキング6位にギリシャってことは、ヤニスは今ファイナルのオルケを出るんかな、これが終わった後に。その辺もし知ってる人がいたらコメントで教えてください。そして5位がセルビアだけど、確かヨキッチは出ないんですよね。そして4位アルゼンチン、3位が今回のオーストラリア、本で2位のスペイン。これがどんな感じのチームなのか自分全然ピンときてなくて、自分が知ってるスペイン人選手といえばもうマーク・ガソル、パウ・ガソル、リッキー・ルビオ、それぐらいしかピンとこんけど、世界2位ってことはね、かなり強いんやろうね。はい、とまあこの試合に関してはこんな感じですが、あなたはこの試合についてどう思いましたか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。はい、ってな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。